ボーカル金広と、ドラムのペギと、ギターの渡辺と、ベースの楽しんです。我々グッドモーニングアメリカなんですけども、5月の6日に、ですね、ニューシングル背景ツラツストラを、リリースいたします。はい。今回のこのニューシングルなんですけども、なんとですね、ドラゴンボール界のエンディングテーマと、なっております。もうすごい光栄なことなんですけれどもですね、はい、はい、で、でドラゴンボールということで、ドラゴンボールスーパーサイヤ人っていう連想ゲームできるんですけど、なるほどね、で僕の中で連想ゲームが次でくるのが、ニーチェのザラツストラは各語りという小説があるんですけど、ね、はい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 、その中で超人っていうあのワードが出てくるんですね、でその超人っていうのはそのなんていうんですかね、極論で生きる生き方なんですけども、すごいかっこいい生き方なんですけどね。でその、はい、極論で生きるかっこいい生き方に憧れつつも、なんかやっぱ現代社会ではそういうの生きるの難しいよなって思ってるような、人間を描いた曲となっております。なるほど、はい、でこちらミュージックビデオも撮りましたね。はい、ミュージックビデオも完成いたしました、今回のミュージックビデオ、僕ら4人が演奏していて、後ろには、巨大 LED パネルがありまして、そこには、この曲の世界観だったり、歌詞の世界観などが、投影されていて、非常に見応えのある、とてもかっこいいミュージックビデオが完成いたしましたので、そちらもぜひチェックしてもらいたいです。そして、このシングルを持って全国このシングルを持って全国7カ所ワンマンツアー行かせてもらいます。ライブハウスで、ライブハウスで僕ら待ってるんで、ぜひぜひライブハウスの方遊びに来てくださいね、みんな。これが超人じゃん。超人